今日からマニアックな偉人伝をやるよ。やるよ。とりあえずいろいろやって受けのいいのを探していくわけだね。それもあるんだけど、そもそもウプ主がこの動画を始めたのは、あまり世に知られていない人物の魅力を伝えたいというのもあるんだ。そもそもマニアックといっても、日本で知られていないだけで、世界ではメジャーな人物だったりするんだよ。今回紹介するアウレリアヌス帝なんかはその代表みたいな人物だね。聞いたことないね。ヨウムはローマにも三国志があったことは知っているかい？聞いたことないよ。世界史の教科書には出てこないからね。現在のヨーロッパの大半、北アフリカ、エジプト、シリアと広大な領土を持つローマ帝国だったんだけど、あまりに広すぎて紀元260年に3つの国に分裂してしまったんだ。まさにローマ三国志だね。ことの発端はローマ皇帝アレリアヌスがササン朝ペルシャに負けて生け捕りにされたことから始まるんだ。エデッサの戦いだっけ？それは世界史の教科書に出てきた気がする。ローマ皇帝が敵に捕らえられるなんてこの時が最初で最後だからね。まさに大事件だったんだよ。ローマ皇帝には急遽、アレリアヌスの息子、ガエリアヌスが就任するんだけど、ローマ帝国の混乱を見透かしたかのように北からはゲルマン人、東からはササン朝、挙句に国内には疫病とインフレの進行で、現在のフランスとベネルクス三国のあたり、当時はガリアと呼ばれる地域がガリア帝国として、シリアやエジプトではゼノビアを女王とするパルミラ王国がそれぞれ独立してしまったんだ。女王？そう、女王。まずはゼノビアが治めるパルミラ王国から見ていこうか。ローマがササン朝に負けると、東方地域の防衛網は壊滅してしまったんだ。そんな時オダエナプスという人物がパルミラで自警団を組織してササン朝に抵抗する。ガリエヌス帝はこれ幸いと思い、オダエナプスを東方最高司令官に任命したんだ。オダエナプスはササン朝相手によく戦ったんだけど、267年に死んでしまう。そして息子のウアバッラプスがパルミラ帝国の樹立を宣言してしまう。あれ？女王は？皇帝に就任したのはウアバッラプスだったんだけど、実権は母親のゼノビアが握っていた。そもそも夫のオダエナプスの暗殺もゼノビアが仕組んだことなんじゃないかって話もある。暗殺？そう、実行犯は甥のマイオニウスで、この時後継者だった息子ヘロデスも殺されている。実行犯であるマイオニウスはゼノビアによって即座に処刑。でも、5歳であるゼノビアにとって都合が良すぎる暗殺であることから、ゼノビアがマイオニウスをそそのかしたという説は昔から根強いんだ。人物関係がややこしすぎる。とにかくゼノビアの子供が皇帝になり、自らは女王として独立したことだけわかれば十分さ。さーて、お次はガリア帝国だね。アレリアヌス帝がササン朝に囚われたと聞いて、各地で反乱が起こるようになる。もともとローマの将軍であったポスプムスという人物がどさくさに紛れて今のフランスとベネルクス三国の地、ガリアで独立してしまう。その勢力は広がり、現在のスペインやイギリスなどを含む大きな帝国へと発展していってしまう。さらに悪いことは続くもので、ローマ皇帝ガリエヌスがクラウディウス、ゴティクスによって暗殺されてしまうんだ。もう、めちゃくちゃだ。このままローマ帝国も滅亡するかに思われたその時、時代は一人の英雄をローマに誕生させたんだ。男の名はアウレリアヌス。主役来たー。ガリエヌスを暗殺したクラウディウス、ゴティクスが病死すると、高名声大な性格のアウレリアヌスがローマ皇帝に選ばれる。アウレリアヌスは農民の父、太陽神神官の母という出自だったんだが、持ち前の才能を活かしてローマ皇帝にまで上り詰めたんだ。成り上がったぜー。部下には厳しく、だが時には優しく、心象筆伐、規律を何よりも重視し、略奪などは決して行わなかったという。アウレリアヌスは皇帝になるとすぐにダキア地方を放棄したんだ。領土を放棄しちゃうの？ダキアは今のルーマニアにあたる地方で、ここだけ出っ張っていて防衛がしにくい土地だったんだ。今のローマにとって重要なことは何か。アウレリアヌスはそれを考えた。その結果、兵をダキア防衛ではなくローマ再編のために使おうと考えた。二とは追えないってことだね。天候せっか、アウレリアヌス帝はすぐさまゼノビアの治めるパルミア帝国へと兵を向けていった。
道中、ゼノビアに味方する勢力との戦いに次々と勝利し、すべて寛大な措置を取ったことから、無血開城する都市が増えてきた。それでもパルミラの財力は凄まじく、ゼノビアは10万を号する大兵団を組織してアウレリアヌスに対抗する。アウレリアヌスは遥かに貨幣でもってゼノビアの軍隊を二度破り、ササン朝に逃げようとしたゼノビアを捕らえることに成功したんだ。アウレリアヌス強い。アウレリアヌスはそのままの勢いでガリア帝国に向かう。いつの間にかガリア帝国の皇帝となっていたテトリクスという人物はそれを聞いてビビりまくりさっさと降参。アウレリアヌスは再び広大なローマ帝国を復活させ、世界の修復者、と呼ばれるようになったんだ。すごい功績だね。今まで知らなかったのが不思議なぐらいだ。アウレリアヌスは他にもローマにアウレリアヌスの城壁、と言われる巨大な城壁を建設したり、国内で不正を取り締まり、インフレの抑制に努めたりしたんだ。全然マニアックな人物じゃないね。でも残念ながらローマ帝国を再建してわずか1年でアウレリアヌス帝もまた暗殺されてしまうんだ。アウレリアヌスは良くも悪くも高名声大な人物なんだけど、彼の秘書官はそうではなかったみたいなんだよね。自らの悪事がバレるのを恐れた秘書官と将軍がある日アウレリアヌスを暗殺してしまうんだ。結局ローマの混乱はその50年続く。そしてアウレリアヌス帝の40、50年が経って、真にローマ帝国を立て直した男、ディオクレティアヌス帝が誕生する。おお、世界史の教科書に出てきた人だー。ディオクレティアヌスは4分割統治を行ってローマ帝国を再建した人なんだけど、アウレリアヌス帝がローマを再統一しなければ、その意欲もなかっただろうね。そういう意味でもアウレリアヌス帝の功績は大きかったと個人的には思うよ。今回の動画はここで終わりだけど、まだまだ日本ではあまり知られていない偉人というのは多いんだ。これからもこのチャンネルでそういったマニアックな偉人を紹介していきたいから、ぜひチャンネル登録してくれよな。登録していってね。